質問は、なぜ疲れてくると腹が立つのか。なぜだと思います？なぜ疲れてくると腹が立つのか。疲れてるのにあれやれこれやれって言われると、なんで、なんで、なんで、いやだからなんで腹が立つ、なんで腹が立つ、腹立てなくてもいいじゃないですか、にこやかにごめんね、やりたくないの、いや僕はあれですよ、子供から本当にね、なんていうの、ジュース入れてくれって言われた時に疲れてる場合はですね、ごめん今疲れてるから休みたいからちょっと、まあ、ごめんねって言って断ります。だから腹を立てるってことはない。で、ちゃんとその時は休みます。本当に横になります。で、疲れが取れてから、あ、そういえばお茶を入れてくるんだね、ジュース入れてくるんだねって言って、ジュースを入れていきます。私もそれもやろうと思って。そう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 、なぜ疲れているのにやろうと思うのか、そこがポイントですよ。疲れている時はね、休んだらいいんです。ね、疲れているんだ、休んだらいいのに、ね、休むことがなんか良くないことのように思ってるんですよ。良くないことだと思って自分を責めてる。そうすると自分を責めたくないからやる、自分を責めたくないから、はい、人を責めるっていう風にこう切り替えるときに怒りが起きるんです。だからいわゆる休むことは良くないことじゃない。例えば子供がこうやってきてやってくれやってくれって言われてもね、僕の場合はもう本当疲れてたらもう休む、休んだらね、15分ぐらいで楽になるんです。疲れてる時休んだら、そしたらね、15分待てないってことはない。その間やってやって工作をされても、ね、もうごめんねごめんねごめんねって言って完全に断り切ってからもう15分、だから僕は疲れてくると腹を立てることはない。まずはやらないからです。私もやるからです。そう、やるからなんです。やるから腹が立つんです。その時にね、休むって言ってね、できるだけね、休んでますよっていう姿を見せることが大事です。休んでるって言ってこうテレビ見てこう私休んでるのって言われて休んでるようには見えないんですよ。休む時にはもうそのどっかソファーか布団とかね、床でもいいからこう横になってもう休んでますよアピールすることが大事です。先生、はい、そこで分からんのは旦那の私なんですよね。はい、なんでまたね、前みたいにお前何やっとるんだとか、
うん、まあ今言わないですよ、うん、あれから、はい、あれからあでも休んでいる時にね、あこれやってって言って動いてくれなかったとしたら自分でやった方がいい、自分でっていうか待つか、ね、あ今疲れてるんだなと思って待ってあげることが大事、うん、よくその現場でこう今さ、まあ、同じ現場で3人でやって聞かさせてもらっているんだけども、はい、どうしてもこう責任者一人ってよく言われるのが、ひろこさん休まないねと、ああ休憩時間 もうちょこっと休憩したらもうすぐ仕事やってちょっとやってるよという、根底から大丈夫なのという、いや、で気を遣わせてもらって使ってるような気がする、相手責任者がね、そう使ってる姿を見てるんだけど、うん、まあ僕自身に借りるとやっぱ本人は休憩取ってるし、まあね、本人が疲れ、いやだからそれは職場においてはちょっと休んで動く分ね、疲れが残るわけですよ、うん、そしたら家に帰った時ぐらいはいいよいいよ、ゆっくり休んだらいいよ、うん、僕がやってあげるから、そのなんか愛情ね、愛情一本血を見たとにその愛情、この愛情を見せることが大事、これやらんのか、これで奥さんが見た、私だって仕事してるの私だって疲れてるのこういうふうに思うのは当然ですよ、それを腹を立てないでやってくれるとなったらね、ちょっとこう人間を超えた世界の人だ、ね、文法は人間のために解く教えですよ、疲れた時は休んだらいい、そうですね、まあ岩田家は全て私が変われば変わると思いますね、ちょっとお茶汲んでほしいと思った時も、ね、やっぱりそのお茶汲んでくれって言って、ね、汲んでくれそうもない、疲れてるのよって言ったらね、そうか疲れてるのか、じゃあ僕が君の分のお茶も入れてあげようかとか、そうしそうしたことないもんね。そうです。そうそう。わかる。そうそう。やっぱこう自分勝手、自分勝手、自分のことは自分でやらない。自分勝手すぎるから相手のことはあんま思いないじゃない。そうそうそう。まず私たちは自分がやってもらいたいことを相手にする。さ不正。ね、旦那さんって語源はダー。ダー。ダーナってことは伏せをする人、施しをする人、ね、奥さんも仕事してるなら男の方が疲れにくいんですよ、ね、家に帰った時ぐらいはね、ちょっとお茶でも入れようか、逆になんかジュース用意したらコーヒー入れてあげようか、お茶菓子もあるぞ森田さん笑っといたらお互いに頑張りましょう。そう、それが大事。お、本当変わりますよ。本当、男が動けばね、本当変わりますよ。男の方がね、本当疲れた時は絶対休んでるから。本当に休んでるから。結構言われても腹立たない、なんで男がやらないかっていうプライドだけで腹立ててるだけね、本当ね、疲れてる時にやらなくちゃって思うのは女性なんそれを男がね、動くんです、はい、僕の場合は本当僕動きますよ、コーヒーでも何でも入れます、ね、その代わり本当にね、説法して疲れた後はもう何を言おうか寝る、もう寝る、本当に昨日も午前中説法して昼からプール連れて行くってなったら、まず寝ました、寝なきゃ動けない、ね、行くのが遅くなろうが何だろうが寝るで元気になってからヒロシ頑張ろう
親父やるのかみたいな顔して1つぐらいやりますよ大丈夫、まず1つからですか、はい、1つできたら、うん、また1つまた1つどこが動くそしたらね、女性の方もね、こんな男を動かしたら悪いわね、思ってくれる日がありますからそんな時が来るまで頑張りますそうそしたらもう入れてくれたことに感激しますね、はい、これで面白かった世界一面白かった、はい